所に吐き出される本、手にはスマートフォン、うつむいて going home。 何気なくタッチパネルスクロール、気になるツイート、笑顔ハンドメイ、素敵なライブ楽しいと、あなたの笑顔がここにここに、気づけば林になってる。 Love bottle has a good smileLove bottle has a good smile. Love 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 bottle has a good smile. Good good smile. Get up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 .あなたの笑顔をハンドメイドクラブバルヘジア。はい、今週も始まりましたクラブバルヘジア。今日北野さんが遅刻ということなので、ちょっと初めの方は私南より一人で MC をさせていただきたいと思います。本日も素敵な歌やトークで笑顔をハンドメイドして皆さんにお届けしますので、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。それでは今日も素敵なゲストさんがいらっしゃってますので、まずご紹介したいと思います。ではまずお一人目、初登場です。シンガーソングライターの南さやさん。南さやです、よろしくお願いします。お願いします。ソングライターのかなさん、よろしくお願いします。はい、そして初登場つばめカフェの、田島かな子さん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして石本健さんです。はい、はい、お願いします。見た目一人ずつ自己紹介の方をしていただきたいと思います。まず南さやさんからお願いします。はい、鍵盤弾き語りでライブをやっています。シンガーソングライターです。はい、全然考えてなかったらどうしよう。ここ最近すごい活発に活動してライブとストリートライブをやってますので、ぜひ興味を持った方はよろしくお願いします。お願いします。かなさん。はい、 My name isカナ。I like Kana. My 21 birthday today. Before I do it. Shimokita Zawa 440 440 Mama やります。よかったら来てください。And nice to meet you. Thank you. Forever.はい、そしてつばめカフェボーカルの田島かな子さん。はい、つばめカフェボーカルのかなと言います。鹿児島県生まれで育ちは東京です。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてギターコーラスの一ノ瀬健さん、よろしくお願いします。わー、今日はなんか素敵な女性に囲まれて、そうですね、女の子は2人で、よろしくお願いします。今日はみなみちゃん、みなみがかぶってて、かながかぶってる、そう、すごい、非常にやりにくいところ、どっちの、どっちのってなっちゃいますよね。揃ってね、そう、スーペア、確かに。はい、ではでは早速歌の方に参りたいと思います。では初登場の南さやさんから準備をお願いします。お願いします。今日の番組テーマをご紹介します。今日の番組テーマは、今日は9月17日で
キュートな日ということなので、917でキュートな日。917でキュートなでキュートな日ということなので、最近キュートだとあなたが思ったものを教えてください。これ今知ったんですけど。ね、私もほらそうなんやと教えてよ。かなり有名らしいよ。なんかもう一回質問もらっていいですか。何ですか。キュートだと思ったものです。キュートだと思ったもの。はい、だそうです。いつまでも若々しいキュートな大人をキュートナーと呼ぶことを提唱している作曲家さんの中村泰治さん、細川たかしさん、千秋直美さんの喝采などを作曲された中村泰治さんが制定したらしいです。キュートな日ということで、キュートなものを聞いてください。かわいい。キュートって何？なんか褒めることがない女性をキュートって呼ぶ。そう。とりあえずキュートって言っとけば。キュートですね。そう。いや普通に可愛い。確かに。綺麗ですね。可愛いですね。確かにそれ。まだ行かないけどどうしようって言った時にキュートですね。そんななんか逃げ文句みたいな、ひどい。なんか可愛いですねって言わないで、はい、可愛らしいですねって言っちゃう感じです。そうなんですかね。ということでキュートなものを教えてください。ではライブの方に参りたいと思います。南さやさんです、どうぞ。雨はやがて虹になり空をかけるだろう。今はまだ止まない雨に濡れているけど、明日はきっと晴れるよって君約束した時間にアラームが鳴り響いて、傘たちがアジサイみたいにカラフルに咲いてた。遠回りしたけれど
ありがとうございます。つばめカフェの方にご用意お願いします。はい、本当はつばめカフェは、その田島かな子さん、木下健さんに加えてドラムとコーラスの武井達郎さんがいらっしゃるんですけども、武井さんはちょっとご都合がつかなかったということで、今日はお二人でお届けしていただけるということです。はい、今日のプレゼントをご紹介したいと思います。今日のプレゼントは定禅寺ストリートジャズフェスティバルのグッズを北野さんが持ってきてくれるはずなのですが、ちょっとまたその後にご紹介したいと思います。そして、いつも通りですね、番組のパルヘジアステッカーはないけどと、心理テストの回答用紙、そして番組最後に取るチェキに、皆さんのサインをしてもらいまして、それを1名の方にお送りいたします。すごいちょっとゲストガヤガヤしてます大丈夫集中してくださいね。はい、で、その応募の方法は、これですね、番組ステッカーこれです。で、応募の方法は屋根裏さんがハッシュタグなんとかかんとかってつぶやきますので、それをリツイートしていただけるとご応募となります。ぜひ最後まで見てください。お願いします。はい、はい、聞いてなかったのに最後だけエンジンパターン、ではでは、ではライブの方に参りたいと思います。つばめカフェの2人です、どうぞ。歩き、君に出会った。
今週もハブヘジアカルタを作ろうの読み札を募集したいと思います。パルヘジアカルタはですね、絵札の方に皆さんの、あれ、ないのか、皆さんの、サインを書いていただきまして、でアーティストさんの名字の頭文字ですね、名字というか、まあ、その名前の頭文字の、ところに書いていただきます。で、読み札の方をその、まあ、かなさんやったらか、つばめカフェさんやったらつ、田島かな子さんのた、一ノ瀬健さんのい、南さやさんのみで、今日はかつたいみから始まる、素敵な言葉をぜひ考えていただけると嬉しいです。タイムラインの方に書いてくださいね、お願いします。なんか今日ざわざわしてますね、大丈夫ですか？ざわ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 してますが。え、2人でっていうことをやったりするんですか、たまに？あ、たまに。あ、そうなんですね。はい、うん、あります。はい、うんうんうん、基本さんに、基本さんに、普通にあの仲悪いとか、ね、大丈夫、なんかご出身は3人ともバラバラでしたけど、どういう風に出会ったんですか？私が、はい、バイトしてたライブハウスで、はい、に出てたミュージシャンで、はいはい、そのライブハウス一ノ瀬さんがお二人でユニット、みんな別々でバラバラで出てて、はいはいはい、でそこで出会って、へえ、出身鹿児島のだけで東京に住んで、そうそうそう、育ったんですよね。じゃあかなこさんが誘ったんですか、積極的に？積極的に、いや、積極的に誰が中心なんでしょう、ね、そうですね、私が中心に。へえ、すごい、そうなんですね。あ、ライブハウスで、はい、なるほど、という出会いだそうです。ではライブの方に参りたいと思います。かなさんです、どうぞ。私が生きてる
知りたいって言ったら皆さん知りたいってその後に言ってください。お願いします。あなたのことをもっと知りたい。知りたい。ありがとうございます。待って、来てないから。もう一回やる。あなたのことをもっと知りたい。知りたい。ひなみよりのドキドキ知りたいコーナー始まります。もう一回、もう一回。というわけで、私が心理テストを出しますので、ゲストの皆さんも、はい、そして、パソコンの前のあなたもぜひ会場の皆さんも一緒に考えてください。お願いします。ではでは、こちらに大きく回答を書いてくださいね。はい、はい、では参ります。今日は1問です。1問しかないんですか。はい、森の中にある一軒家、どんな人が住んでいるのでしょうか。A. 結婚ほやほやの新婚さん。 B. 仕事をリタイアしたお金持ち。 C. エコな暮らしをしたい家族。 D. 一風変わった画家。森の中にある一軒家、どんな人が住んでいるのでしょうか。 A. 結婚ほやほやの新婚さん。 B. 仕事をリタイアしたお金持ち。C. エコな暮らしをしたい家族。 D. 一風変わった画家。あ、はい、4つの中から選んでください。あれ、何が浮かびました。その他でいいね。何が浮かびました。はい、あれです。画家的な。え、画家、え、C ですよ。それは今あれあれ、当てはまらなかった。あれ、なんか当てはまらなかったからとか言って、みなみっていう人みんな天然なの。その節はあります。ググルだってなんか違うと思い浮かんだんですよ。それを聞いたんですよ。まさか画家って言われるのは会話が楽しいですよ。会話がね。こ
B はお金持ち、C はエコな家族、D は一風変わった画家です。自給自足の人って言いたかった。あ、なるほど。あ、でもそれってエコな感じじゃないですか。確かにエコな感じ。あの、言えば言うほどやっぱり貧困金持ち、はい、エコ画家です。貧困金持ち、エコ画家。これがまた F くまもん。あ、もいちゃん正解、ありがとうございます。タイムライン上は大喜利と化しますわ。貧困さん、貧困さん、マカルサギさん、貧困さんって。そうですね、はい、はい、大丈夫ですよ。ではそろそろ皆さん大丈夫でしょうか。じゃあせーので出していただきます。せーの、の、カナさん、はい、ありがとうございます。D、 お、 C、D、C、D、 C と D に置かれましたね。エコな暮らしを期待、家族と画家。何でしょうね。ではでは、何だったでしょうか。参ります。この心理テストでは、情熱、それとも癒し、あなたが恋愛に求めるものを探ります。まず A の結婚ほやほやの新婚さんを選んだあなた、双方が得をするウィンウィンの関係。ウィンウィン、新婚さんだと考えたあなたは、恋をしても一人の相手に縛られたくないと思うタイプ。恋の奴隷になって何もかも捧げてしまうような愛し方は断固としてアウト。お互い自由でいながら刺激を与え合ったり支え合ったりしながら成長できる恋愛を期待している人でしょう。あなたはそんな相手と程よい距離を保って、甘えるときは甘える、一人になりたいときには干渉しないでいてもらえるという関係を望んでいます。続いて B の仕事をリタイアしたお金持ちを選んだあなた、オンリーユーの恋愛主義者。リタイアしたお金持ちを選んだあなたは、恋人に自分の夢を叶えてほしいと思うタイプ。恋愛にそれなりの見返りを期待しています。好きな人ができると、それまで閉じ込めていた欲望がうずき出し、わがままになることも。恋愛を中心に日常が回ってしまい、のめり込みすぎると恋愛前とは全くの別人になる可能性も多いこともあり、あなたのものは私のもの、私のものはあなたのものというように、果てしなく一心同体になれることを望んでしまうようです。では C、はい、C もあります。 C、 C お二人いましたね。はい、かなこさんとみなみさん、一卵性ソーセージのような恋人募集。エコライフ家族を想像したあなたは、同じ価値観を持つ相手と恋をしたいタイプ。恋に安定感を期待します。意見がバチバチ食い違ったり、理解不能な部分を持っていたりする人と恋に落ちることはないはず。自分にないものを持つ異性に惹かれるのではなく、そういうことあるあると言ってもらえる相手を探し求めているみたい。もしもそういうタイプが現れないならば、ジタバタしないで現れるまでは焦らず、悠々と一人の時間を楽しみそうです。最後に D の一風変わった学校選んだあった、はい、かなさんとけんさん、ちょっとやばそうですよ。子猫みたいにじゃれ合いたい。画家が住んでいると思ったあなたは、恋人に友達感覚で付き合える対等な関係を望むタイプ。恋愛にはノリや居心地の良さを何よりも期待するはず。もともとが寂しがり屋で孤独に弱いところがあるので、何かと構ってくれる相手を求めるのでは。2人でいる時には思いっきりくつろいだムードでのんびりしていたいとも思っているでしょう。まるで猫のじゃれ合いみたいに、今をゆったり楽しんでまったり寄り添う関係が理想のようです。これさ、次何言うか分かんないところでリバーブかけるのすごいでしょ。確かに難しいんだよ。狙わないでください。それだってやっぱ違うね、腕が。みなみさんはあれそうかなって言ってましたが、どうですか、なんか安定ソーセージってよりも、じゃあ自分と違うような、自分と違う人がいいです。インチキです。どんな方が？何をインチキつけて、なんかどんなタイプがじゃあお好きなんですか？自分はこんなんやから。自分はすっごい肉食なので、はい、肉食なんですか？肉食なんですか？ライオンカードですか？ライオンカードですか？今テンションめっちゃ。じゃあ草食系男子が。いや、というわけではない。あ、そういうわけではない。何系ですか？何系ですか？
て。カモシカ系男子ですか？カモシカ系？何それ？普通の人で。普通の人。肉食なんですね。なるほど。年はかなこさんが C でしたが、はい、どうでしょう。自分と似てる人ということでしたが、うん、いかがですか？合ってます。ああ、じゃあ、価値観が一緒の方がいいということで、うん、なんかかなこさんの理想のデートとかってありますか？聞きたい聞きたい。なんかもう公園行って、はい、一緒にお弁当食べるとか。ああ、素敵素敵。女の子らしいね。お弁当作ってったりするんですか？ね、ああ、かわいい。デートしましょう。なんか作るんですか？家庭の味に。ゆりちゃんはあの、ケータリングで、お金の取り寄せでしょ？何を作るから、なんか、本観光したいなって勝手に。すいません、もう。はい。カナさんは、はい、どうでした？子猫みたいにじゃれ合いたい。ノーコメントで。カナさんの理想のデートはどんなんですか？理想のデートですか？はい、そうですね、うん、そういうとこ打たれ弱いんだ。そうそう。ちょっと黙っておらっていいですか？もっと深く聞いていこうか。私、家でずっと YouTube 見てる。あ、じゃあ、プレ子猫のようにじゃれ合いたいって、なんかおうちデートなイメージだったんで、おうちデート。無理やり当てはめなくてもいいです。そんななんか卑屈にならないでください。ね、出ますね。なんかもっと聞きたいですけど。じゃあなんか映画とか一緒に見たりとか。私だけだって人権はあるんですよ。あれ。あまり聞かれなくないの。すいません、なんかもう。じゃあ一ノ瀬さんお聞きしたいと思いますが、はい、どうでしょう。多分同じだから。家で YouTube ですか？家で YouTube も見ますけど。ニコニコですかそこは。僕は外に出たいです、ね。ああ、確かに。なんか日焼けしてるからサーファーっぽいなんか。どんなデートをしたいとかありますか？あの山登ったりとか、ね、すごい素敵なハイキング。YouTube もね。YouTube です。いいですね、山登り。山登り。なんか秋。北野さんいなくてもちゃんと突っ込んでくれる。ね、秋はなんか山登りなシーズンな感じですけど、うん、秋どうですか？行ったりしました山最近。最近、いや、いそうですね、行きたいですね、山、はい、夏も結構行ってました。え、すごい、まあ、どの山を登られるんですか？まあでも関東周辺で。へぇ、どうですか、世界遺産の富士山あたり。富士山を2回登ってるんで。あ、すごい、山が好きなんですね。富士山もそろそろ多分、閉山かな。あ、そうか、もう寒くなるのか。ね、なるほど、というわけで皆さんに見ていきました。私は A にしました。新婚さんにしました。どうやろう。なんだっけ。甘えるときは甘える、一人になりたいときには干渉しないでいてもらえるという環境のものでらしいです。そうなんだ。でも、なんでがっかりした。え、なんでがっかり。でもそうかもしれない。うん、わかんないけど。ね、想像です。はい、では、ありがとうございました。次のコーナー参りたいと思います。南北対決ですか？また北いないんですが、ここもやっぱ南南対決。南南対決ですね。確かにやってみたいですよ、ね。はい、このコーナーではゲストの皆さんが、問題をクイズを出してきてもらってますので、それを答えるのですが、じゃ あの出してくださった方以外全員で考えましょうか。そう、で、うん、こっちで勝手に南南対決、勝手にやって、はい、勝手にやる、勝手にやる。そうしましょう。では、みなみさんからお願いしてもよろしいでしょうか、問題を。はい、私は。はい、お願いします。はい、私、兵庫県出身なんですけど、はい、にちなんだ問題をいたします。ちょっと有利、はい、ちょっと有利。そう、関西の人有利です。はい、お願いします。結構簡単だと思うんですけど、うん、はい。1998年に作られた兵庫県の神戸市と淡路市を結ぶ世界最長の吊り橋の名前は何でしょう？ちょっと待って、あ、分かりますよね。なんか似てんのありますよね、2個。あれ違う、あ、橋はこれだけじゃないですけど、
これ世界、これ世界最長の吊り橋っていうのが、はい、え世界最長結構、はい、話題になったんです。自殺するみたいな。違います、そういうことじゃない。あそこだから吊り橋のみたいな、夜ライトが綺麗ですね。止まれないと思うよ。あれ確か下歩けるの。あ、はい、下なんか観光が、あ車と下を、それって漢字何文字ですか。それ言いますよ。三次元おかしいぞ、そこ。あれ今なんか、今トーンが。私たちも答えなきゃいけないの。そうです、そうです。ちょっと待って。あれなんか最近浮かれたのに飛んじゃった。何書こうとしたっけ。あれやばい、なんでなんで、ちょっと待って。出てきた。ほら、ほら、橋といえば。やべ、字がわかんねえ。いや、全然ひらがなでいい。あ、まあ、ひらがなでいいんだけど、私もちょっと怪しいとこがあった。え？あー、確かに。え？ちょっと待って。あこれいい感じですよね。多分レインボーブリッジ。すごいな。え？え、今何かのことなんやっけ。あれじゃない。え？なんで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 絶対やってます。なんでかな。どうぞ。
ですか。はい。じゃあ私鹿児島生まれなので、はい、鹿児島の問題を。大気象、大気象、大気象。鹿児島の食べ物であくまきとはどんな食べ物でしょうか。あくまき？なんか、巻いてるもんですか。どんな食べ物？食感とか色とか、どういう意味？材料とかそう。あ、材料。あ、材料。何でできてる？あ、なんで開くんですか？セメントでできてる。そういう意味。そういうの。原材料っていうか。あ、そういうことなんや。なんか例えば。なんか巻いてあるんですよね、でも。何かが巻いてある。何かを何かで巻いているっていう答え方でいいですか。あのしゃぶしゃぶやったりした時とかこう。じゃあ、あくぬきくらい、あくぬきくらい。ヒントは、おやつ。言うと、おやつ。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 じゃあもうなんか、あれしか思いつかない。悪いやつらを巻いてんじゃないか。あくまき知らないか。全然わかんない。甘い？甘い。鹿児島だから甘いですよね。鹿児島、鹿児島か。じゃあこれにしよう。伊達巻きとは違う。あれ、あくまきって本当に鹿児島だけど、隣の宮崎と。いや、それはちょっと分かんないですけど。なさそうです。でも鹿児島でしか食べ、うん、ないです。他では食べたことないです。何で？でも鹿児島って言ったら名産いろいろある。うん、鹿児島やからこれにしました。いきまーす。はい。牛皮でさつまいもを巻いている。どうです？違うなんかシーンな感じですか。反応に少し悪い。でも美味しそうじゃないですか。牛皮？牛皮ってあの牛の皮？え、違う、あのお餅みたいな。あ、今美味しかった。え、今美味しかった。本当ですか？じゃあ美味しかった。みなみさん、かりんとう、お？ああ、なるほどね、なるほど、わかるわかる。かなさんは、すだち。すだち、甘くないけど。何でも。レモンみたいなやつ。一ノ瀬さんは、全然わからないです。不満気に似たもの。はい。どうですか、かなこさん。ちょっと正解はいないですね。誰が近いですか。いないです。答えは、じゃあ答えちゃっていいですか。はい、答えは、じゃあもち米を竹の皮に包んで灰汁で煮たおやつ。灰汁、あの木を燃やした時に出る灰の汁で。なんかちまきっぽい。そう、ちまきこれ名前は何ていうんですか。悪魔それが問題ですよね。大丈夫ですか。天然さんいっぱいいますけど。聞いてもわからない。え、でもだって正解ですよね。一番正しいと思うの。じゃあいいよ。まずは何が模範解答は何だ。ちまきはあれさ、蒸したやつだから。蒸してない。じゃあいいよっていう。甘いですね、それは。きな粉をかけて食べる。あ、後付けなんで、後付けというか。美味しそうやつ。これあんことか入ってない。入ってない。もち米だけです。それはポピュラーなんですか、鹿児島で。絶対みんな知ってます。へー、わー、行ったら食べてみたいです。ありがとうございます。では一ノ瀬健さん、はい、お願いします。はい、ちょっと歴史物で、行こうかなと思います。歴史物何？はい、行きます。僕はあの、はい、長野県上田市というところの出身なんですけども。上田城。では長野、そうですね、上田城。長野県上田市を代表する武将とは。これすごい有名な人なんで。まあ、あた、あの、なんだっけ、多分歴史でも勉強してるはずです。はい。じゃあこれ早押しで。早押しで。お化けかもしれない。
小田家？じゃあ小田さんですか？小田さん、小田さんではありません。近所の人みたいに小田さんですか？最後まで小田家に使えて。あーって分かんないですけどね。石田さん裏切ったんでしたっけ？石田三成、まあそっち側ですね。武田さんは？フルネームでいきましょう。フルネーム、そうですね。信玄さん、信玄さん。ヒント出しましょうか。はい、これヒントいらないでしょ、だって。ヒント、はい、ヒント出してもらって。あ、来ました。ユッキー来ちゃいました。あなんだ、ユッキーか。知ってん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 か。なんで君に来たよね。お城には行かれたことあるんですか？もう近所でした。あ、近所なんですね。映画サマーウォーズの舞台になってるんですけど、サマーウォーズっていう映画、アニメ映画ですね。アニメ映画、あ、モデルはい、まあ、ちょっと前だ。もうお城はないんですけど、あ、城跡みたいな感じ。そうですね、あのお堀があって。お城好きです。うん、私も好きです。以上、はい、以上、南南対決でした。かなさん、以上、南南対決でした。かなちゃんの、かなちゃんの問題は、うん、あのワンマンやる箱の名前は、うん、言ったよね、言ったよ。え、さっき言ったよ。ヒントどこだっけ。みんな興味ないってことじゃない。ヒント、あの地域どこだっけ。地域、世田谷区、はい、世田谷区の、世田谷区。なんか、箱の名前、数字が出てきた。あの何丁目まで言わないとダメだから。分からん。私も分かんないんですけど。分からん。なんかなんとかかんとか27さんって言われば。それは下じゃない。違う。あ、でもそれでも字が違う。こちらニューアルバムになってます。よろしくお願いいたします。なんや、カナさんのワンマンの会場。あ、ありがとうございます。じゃあ会場名でいいと思います。会場名あれ見ちゃダメです。カズの名前を。見ちゃダメです。いや、大丈夫です。これをあの名前まで言ってください。うんとかかんとかな、うんうんっていう名前まで。どうかな？箱の名前まで。もういいじゃん、3桁で。3桁でいいじゃないですか。あれこっち。でも3桁かけない。下3桁でね。読めない人の方が多いかな。そうそうそう。え？読めない。これ割りパパさん。答え言ってるもの。あー、これ合ってる。上南沢の110って何ですかこれ。上南沢の110。いや、これ割りママさんの住所とかじゃないの。確かに今めっちゃ全国に載せちゃってるけど、送りですいません、向かってます。あ、北野さん向かってます。はい、分かる方います。はいはい、はい、一之瀬さん。はい、え、これもうここ、はい、いや、これじゃあこれ、せーの、せーのじゃないと。せーのじゃない。確かに、武道館のせーの。せーの、知ってるの。え、揃ってる。ローソンの横じゃない、あのあれなんですよ、ファミマです。大将飲んでたんですけど、餃子の王将ですよ。王将。あ、そうや。王将か。王将だ。アーティストはみんな知ってるよ。なんでやったこと。もしかして、もしかして。しかも、スーファイブワンなのに全部違う。T7 もやる。なんすか。で、2、7、5って。失礼すぎて。はい、すいません。出してもらえないそれは。やだー。思いました。フォーフォーティーお願いします。フォーフォーティー。はい、なんかちょっとあれですけど、武道館って書いてあるんじゃない。武道館って書いてあるんじゃない。誕生日に。はい、ではではライブに参りたいと思います。では、南沙耶さんからお願いします。なんかすごい恥かいた、もうやだ。今さらって。今さら、はい、そこなんだ。そうなんだ。そこなんだ。いや、いつも恥かいたって引っかかるとこ結構あるんだけど。あるんだけど、そこなんだ。はい、今日、ん？わかんないや。はい、今日キュートな日ですが、皆さんキュートな話をしましょう。忘れてた。超忘れてた。キュートな、難しいですよね、テーマが。キュートなか。キュートキュートキュートって思うもの。
ショコラさん、私、気持ち悪いとか言ってひどー、ショートカットすごい似合いますよね。ショートカット可愛いです。本当ですか、はい、切ります。私は多分似合わないです。似合う人羨ましい。顔が丸いんでね。いいじゃないですか。悪いの否定しないな。ダメですか。いいじゃないですか。丸が可愛いですよ。なんで、なんで失礼。顔が悪いってこと。顔が丸いっていいですよね。失礼だな。はい、そうですね。で、では出してください。ライブの方に参りたいと思います。南沙耶さんです、どうぞ。それではシネマという曲を聴いてください。すっぴけいな心の奥に静かに映る
ありがとうございます。続いて幸せのお金という曲を聴いてください。ありがとう。プレゼントを持って向かってるに違いない、そうに違いない、早く来てはい、後で参りますので楽しみにしててください、皆さん。今日は何だっけ、
プレゼント、タオル、バッグ、わからないですね、なんか2つのうちバッグがいいなって書いてるんで、ないからバッグ今、はい、北野さんが選んでるんじゃないですか、ね、バッグがいいな、どっちかこれは、ちょうだいちょうだい、はい、ちょうだい、ね、まあ、どれぐらいで来るんやろう、多分一曲歌いに来て終わりみたいな感じそうです ね歌いに来ましたみたいな、ちょっとあと20分とか以内には来ていただかないと困っちゃう、そんなよっくんがキュートだったで終わるそう、キュート、それはオチなんだ今日皆さんキュートなんか書き込んでください、キュートなんでしょう、いや会場の方に聞いた、そうですね、キュートなものなんですか、キュート。ざっくりしとる。キュートなもの。お腹すいた。まだ営業やってねえんだよ。明日からなんだ。おお、おめでたい。何がですか？何がですか？復活。明日から復活。え、営業してなかったの？してない。で、1ヶ月半ぐらいしてた。営業してた。え、なんでなんでなんで？明日は半額セール。あ、大丈夫、僕も見に行くから。さん、ゆりさんは、北野さんはどうで、一緒に行けばいいじゃん。プレゼント持ってるに違いない。違う、そんなことないねんだよ。こういうフラペートの話は後で。萌ちゃんがランチはやらないんだよねって。あ、ちょっとしばらくで。夜だけです。夜ハッシュタグをつけると、半額になる。どうつけるんだって知らない。ライブに参りたいと思います。ツバメカフェさんです。お願いします。白いキッチンを、あ、ごめん。白いキッチンという曲をお送りします。この手のひら
Thank you.
準備お願いします。口笛がキュートでしたね。すごい。口笛って生でやってたんですか？そう。だから。キョキョしてましたよね。そうそうそう。そう。って。どこで水が。そうそうそう。俺入れてないよ。口笛とか歯笛なんですけど。そうそうそう。だから全然なんつうのリップノイズが風の音がしなかったからどっかで鳴ってんのかなと思って。そうそう。これは。どっちなんやと思った。ハムエといえばなんか天音みひろさんをすごい思い出す。あ、天音みひろさんってよく出てくれてるシンガーさん、シンガーソングライターさんもハムエやってる。ハムエ。はい。すごい。どうやって習得したんですか。いや、突然出ました。突然。なるほど。あ、キュートなもの出てましたよ。あれどこやっけ。あ、ヨシさんがかなちゃんの治らないネグセかなって。ヨシさんがキュートなもの、かなちゃんの治らないネグセかなって。これ一応セットしてる。可愛いですよ。すごい可愛い。いや、今を言ってるわけじゃない。そうそう。え、見たことないでしょ。私、キュートなもので考えたんですけど、なんか私結構変わったものをキュートって思ってしまう傾向にあって、なんかちょっと少数派、例えばなんかヤモリとかイモリとかそういう系のが好きやし、ペットで飼うのは絶対そっち飼いたいし、あとお花っていうかサボテンがすごい好きで、サボテン分かりますか？すっごい可愛いですよね。で大きくても可愛いし、この前撮影で植物園というか中にあるやつに行ったんですけど、なんかサボテンコーナーがあって、もうすぐ大興奮でなんかすごい暴れ回って、暴れ回ったら危ない。サボテン触るんですか？触ります。でも触っちゃダメって書いてるんですよ。で多分触りたい人がいるからやと思って、サボテンはきっと触りたくなるし、触りたい、触りたいね、すっごい可愛いから。痛いじゃないですか？痛い。え、それをなんかこう、あ、痛ってなるのが、そうそうそう、痛いってなるのが、ブスッとかやらないですよね。ちょん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 ってして、なんか変わっ、自分オンリーのなんかありますかね。自分って変わってるなって思う可愛いポイントやったり、変わってなくても、変わってなくてもいいです。怖い話が好き。階段話。そうなんですね。今はあんま見てないんですけど、結構前見てます。え、そう、怖いもの見たいっていう心境はどういう心境なんですか？なんか面白い。私すごい苦手なんで不思議です。すごい面白いんですよね。あ、でもあんまり血とかはあんまり好きないですけど、サスペンスの、あ、なるほど。怖いの。そうなんですね。怖い。ホラー映画とか 見られるんですか？はい。何が好きなんですか？そうですね。サイレントヒルとか、いろいろ見ます。ゾンビとかも見ます。ゾンビ。あ、それを変わってるキュートですね。あまりバーじゃないゾンビ。じゃあ、昔もそうだったのに、最近のゾンビ早いんですよ。あ、なんか走るゾンビの映画とか見ました。すごい。ゾンビが全速力でダッシュしてます。すごい。では後でまた伺っていきたいと思います。ではライブの方に参りたいと思います。かなさんです。どうぞ。Thank you.
9月の27日にですね、先ほどもお知らせをさせていただいたんですけど、ワンマンライブをやります。9月27、下北沢440ですね、よかったらお越しください。でその日に、ちょっとレコ発バースデーワンマンっていうね、あやかりまくったワンマンライブをさせていただくんですけど、その日に5曲入りで1500円のちょっと CD を、発売しようかなと、させていただこうかなと思っております。タイトルがクロッシングワールドっていうんですけど、なんかね、私一人と、まあ私じゃない主人公もいるんですけど、私ともう一人、彼と彼女みたいな、誰かと誰かみたいな、そういう物語の作品が今回多くてですね、なんかその人の生きている瞬間が誰かの瞬間に重なってたり、なんかクロスしてたりね、まあ、次歌う歌もそういう歌なんですけど、なんかそういうのでそんなタイトルにしました。ということで、アルバムの中からですね、1曲目に入るであろう、もう入ってるんですけど、ボーダーラインという歌を歌おうかなと思います。弱点
北野さんが来ました。おめでとうございます。おめでとうございます。初めまして。そこなんかこんな時間に先ほどつまめカフェさんにキュートなものを聞いてください。ぜひキュートなもの、キュートなもの浮かびました。つまめカフェさんのじゃあキュートなものをすみません聞かせていただきたいんですけど、聞かせていただきたいね。あの自己紹介の直後に何なんですか。何のひねじもありましたかね。今日のテーマがキュートなものですかね。あのコーヒーニックさんが、うん、おもてなしをあげてくれてました。おもてなし、ね、おもてなし、あとゆりちゃんの笑顔って、うん、ありがとうございます。北野様って言ってますけどもね。キュートなものってお二人のじゃキュートなものなんかありますか。おー、意味ありそうですよね。そこはキュートなかなちゃんじゃ。あ、じゃあやってください。なんだよ、なんだよ、ちょっと暴力が見えましたけど。いや、すみません、僕おかしい。あのカフェが好きなんですけど、あのラテアート、だからラテアートって分かりますか。上に絵が、マキュアートとは違うんですか。キャラメルマキュアートとは違う。ラテアートって絵を描くやつ、絵を描くことでしょ。なんかどんな絵が好きとか。あ、イルカとか結構イルカカモメはない。そこはツバメじゃなくて、そうツバメじゃなくて、そうツバメじゃなくて、間違いしているから。カフェって言ったらそうなんだ。ツバメではない。ツバメじゃない。いるから。でもツバメカフェなんか全国の見つけて歩いてますよね。あ、結構あの向こうから連絡もらうんです。うちもツバメカフェですみたいな感じで。来るんだ。それカフェから。はい、同じ名前ですって言って、勝手に名乗らないでくださいって言われちゃう。言われちゃう。敵にする。こっちが先なんで、ね、著作権こっちなんで、ね、なるほど。ちなみに何かございますか。キュートなキュートなキュートなの。僕にとってキュートなのは難しいですけどね、うん、キュンとしちゃう、うん、物、物、まあ生き物でも、生き物も、はい。今日は帽子合わせてきたんですか。そうですね。配信で、あ、かぶってると思ったら違う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 、違いますけどもね。生き物っつったら僕は猫が大好きで、おお、猫か、猫派か犬派かっていうのだったら、なんで猫派ですね。この辺全部猫の感じで、お、猫派、猫派の人、猫派の人、猫派って犬です。全然、あ、犬来た。犬派の人、犬派。あれ、あれ、あれ、結構分かれてる。嘘すぎじゃん。猫のどんなところが好きですか。猫はですね、まあ、あの自由気ままなところが。飼ってます。いや、あの実家では飼ってます。あの東京も猫多いじゃないですか。はい、寄ってくる猫があって、はい、もう今シャ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 。大丈夫、まだ時間大丈夫。喋りかけてしまう感じですね。はい、あの宮部さんが早せえということで。私じゃないけど。やみやみさんよろしくね。はい。私が帰りたい。違う違う。クライベイビーです。来てください。クライベイビー。だからそこ突っ込むとこじゃない。大きな瞳の奥光る涙。ぐっと強く握ったその手、弱いところは見せない君、精一杯こらえてる。あたし壁にぶつかった日も、君はずっと寄り添いそばに、特別なこと「なんてなくても」「その温かさ感じたの」「Don't cry baby I'll be with you」「ずっと隣にいるよ」「どんな日々も全て受け止めて」
夢の場所あって今はまだ遠くにあるけど、これまでのこと全て意味を持つ君が教えてくれたこと。やがて二人離れる日が少しずつ近づくけれど、空の下だってそういつでも心の中に君がいる。 Don't cry baby, I'll be with you、 ずっと隣にいるよ。輝く太陽の飼ってらっしゃるんですか？あ、実家で昔飼ってて、ちょっと高くなったんですけど、あのアラスカンマラミュートっていう、45キロぐらいあるんですけど、可愛がってました。ふっさふさな、ふっさふさで、ソリを引くです。あ、はいはいはい、あ、今もあの実家飼ってます。まだ私会ったことないんですけど、あ、そうなんですね。新しいワンちゃんが、ラッセル、ラッセルクロー、ラッセルクローじゃないです。それがユーさんです。ラッセルクロー勝てない。ラッセルクロー勝てない。全米が踊りに行く。なんとかっていう。なんとか。短毛のちっちゃいやつ。
ったみたいです、今度はちっちゃい貝だったんですね、はい、なるほど。なになに、ヒグマじゃないです私、まあ、トカゲ派トカゲ派確かに爬虫類っぽい、爬虫類飼ってそうな、爬虫類飼ってそう、本当ですか、嬉しい、そんな感じや、なんかすごいマニアックな感じ、そう、なんかマニアックなのかいたい、身も心も冷たいってことか、冷たくないとか、冷たい、あーでもいいです、え、あったかいですよ、なんかお腹とか触ったり、太陽の下だとあったかいまあ、変音、変音動画、変音動画準備ができたというわけでライブに参りたいと思います。北野由成さんです、どうぞ。愛の猛者に揺れながら
ゲストの皆様に活動紹介とお知らせをしていただきたいと思います。では南さやさんからお願いします。はい、次のライブが、はい、ここで今9月22日、ここ、はい、日曜日ランチライブです。うん、そうですね、来てください。初めてチケットあります。チケットあります。これはランチ、はい、ランチは何が出るんでしょうか。まだ決めてない、まだ決まってない、お楽しみの、ま、秘密です。秘密です、まね、南さや遠藤なんとか、はい、南さや遠藤なんとか、さや遠藤いいね、あ、それでいいね。まあちょっと通知ライブが続いてるんですけど、はい、まだ10月、はい、あと11月、12月もあるんですけど、詳しくは、詳しくは見てください。はい、南さやのさや遠藤です。うん、かわいい、はい、あのブログの写真すごい色っぽいじゃないですか。え、そうですか。あ、じゃあまああの、はい、ぜひ見てください。ぜひ見てください。ぜひ見てください。ツイッターとフェイスブックもやってますので、はい、お願いします。日本ですね。昼が、西新宿のナビカフェで、うん、自分の番組を持つことにしまして、おう、まあ、いつもやるかわかんないんですけど、もしかしたら今月終わりかもしれませんので、もしよかったら皆さんよろしくください。あとですね、夜は下北沢にあるカフェキックっていうところで、10代の頃からずっとお世話になっている先輩ですね。私にいろんなミュージシャンの方を紹介してくださった、今一緒にチームでレコーディングしている人とかもね、紹介してくださった、青柳静香さんのね、バースデー、ライブみたいな感じで、岡本さん企画なんですけど、プロデューサーの、なんか面白いことになりそうなので、よかったら、私もたくさん歌を歌いますので、そして最後になりましたけど、9月27日誕生日ですね。もう一つ年を取ってしまうんですけど、この日に、下北沢の440と書いて440っていうところで、ワンマンライブを、やりたいと思います。ありがとうございます。2年ぶりなんですけど、まあそろそろやっとこうかなみたいな感じで、ちょっと集大成をこの日に、まあ別にこの日で音楽やるとかそういうわけじゃないんですけど、また新しい旅らしいということで、新しいアルバムも出ますので、もしよかったらぜひ、当日ですね、当日にたまたま空いてて、もうね、3月とかの時点で土日が全部埋まってて、ほぼで、もうなんかね、どうしようみたいな。みなみちゃん的には言いながらすみませんよ。あ、もう頑張ろうかな。持てる力を全部出そうかなと思いまして、よかったら、もうプレゼントは全然いりませんので、あの、来てくれるだけで嬉しいです。よかったらお越しください。お願いします。じゃあ、マメカフェさんお願いします。はい、次のライブは9月23日渋谷のゲストです。ほうほう。次は10月4日で下北沢シードシップ、シードシップ、10月12、13は大分イメイド音楽祭、で10月26が関門街角ジャズ。どこじゃそれは。関門海峡です。へ、門司港側と山口県、大分行って、ツアー的な、行って帰る的な、行って帰る、なるほど、行って帰ってはい、そう。金盤なんですか、そちらの方でのサイズ。生まれが鹿児島なんで、よく九州でライブをして、こちらの方でライブになるってことですか。いやいや、鹿児島ではやるんでも、また別に。別だ。鹿児島の人は見てますから。あ、そうは、そう、ダキショ、ダキショ。見ててくれたら。はい、なんだっけ。FM 銀河の方の来てます。あ、そうなんだ。出ましたよ、ダッシュ。10月8日の FM 銀河さんに出させていただきます。書いてないけど、ギギサクさんとかご存知でいらっしゃる、ゆかりさんとか、将軍さんとか。あ、そうなんだ。俺はね、なんだかんだこう知ってんやけどね、会ったことない。え、会ったことあるやろ。ありました、ありました。これなんや、まだ付き合いもないし。あと、あと、診察
作品にあるんですけど、猫発違う、猫発じゃない、 CD と本の作品に、すごい、白いキッチン、センスの塊ですね。下北沢のモナレコードさんで扱ってもらってるんですけど、インターネットで全国どちらからでも買えますので、よかったらぜひ。本なんです、これ絵本になって、その中に版もある。そうなんです、はい、そうなんだ。絵本は描かれた、絵は描いてないんですけど、はい、物語は、はい、自分で描きました。かわいい、ありがとう。男の子の方が背が低い。あ、そうなの。これは何か意味がある。そう。で、あとは、はい、ホームページやツイッターやら、うんうん、どこに見せる？はい、大丈夫ですよ。フェイスブック、メールマガジンとかいろいろやってますので、つまめカフェで検索してください。うんうん、よろしくお願いします。お願いします。私もライブのお知らせをさせていただきます。今日4人最悪一斉に忘れたら分かんない。1人です。もう顔かぶれない。何が、もう一回大学院精神がソングライターみたいな人です。完全に忘れてた。私もライブのお知らせをさせていただきたいと思います。じゃーん、あさって9月19日木曜日、フィールザモーメンツ六本木バニラムードであります。一部から四部制なんですが、一部と三部に出演させていただきます。一部は18時半からで、三部は8時半からです。はい、六本木にもいるね。六本木に、そう、スケキョンさんと、スケキョンさんのあのイベントだね。スケキョンさんのイベントではないけど、はい、スケキョンさんもよく出てらっしゃる。スケキョンさんは月に1回出てますね。に、一緒にやらせてもらいます。で、9月30日月曜日、グレートフルガールズ3周年ありがとうございましたスペシャル渋谷ジージであります。会場6時、開演6時半。この日は、中学からの友達の石川由加子ちゃんと一緒に、石川由加子の南由里として出演させていただきます。コロリンです、コロリン、よくブログに出てくるコロリンです。で、山田智子さんも出ますし、あとこの石川由加子さんは来週なんとクラパルヘジアにゲストで来ます。ぜひぜひ見てね。友達です。中高の友達です。親友です。いくらで親友だったらいいの？ノープライスレス、プライスレス、プライスです。はい、で、じゃあ CD 発売します。卵の夢という CD、 3曲入り700円、多分9月19日から売ります。今日はないです、まだ手元にないんですよ。大丈夫ですか？丸なんか、よう見たら丸3つ増えてたんですね。3つって、ほんまは、あの、何するの？どれになるか。9月24日の、そう、来週のパルヘジアから売ろうと思ってて、で、CB の方にも9月24日発売って感じになってるんですけど、19日から売れるかもしれないので、あの、何、そう、発売日前の、そうそう、フライングゲットをしたい方は9月19日のライブに来てください。お願いします。行く。ほんま？行きましたよ。はい、ありがとうございます。じゃあ北野さんお願いします。じゃあ番組の特集を。いや、北野さん、あれ予定あるでしょ。何？23日誕生日でしょ。やけど、あとかなちゃんも27日誕生日なんで、かぼちゃのケーキがいいんだね。そんな、俺、かぼちゃ去年はかぼちゃだった。ハッピーバースデイトゥーユー。オープニングでもらったデカくない？デカくない？デカくない？いや、北野さん、かなさん、デカくない？いや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 、ハッピーバースデイトゥーユー。これすごいな、見て、音符、すごい音符、じゃあ
みち食べたい。今食べたい。お腹すいた。これがどうやって作ったの？確かに。まあじゃあ終わったらすぐ切るので。誰に頼んだんですか？バースデー。これなんか発泡スチロールなんですけどね。本当だ。生クリームだけかけて、終わっただけ削らない。じゃあ、もう一回戻して。はい、どうも。今日さん23日かなさん27日。そっか。しゃべりたい人。後でしゃべらせて。じゃあ、代表して取っといて。取っといてください。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、マイク。まさかまさか。ねえ、お前遅刻してきて、その言い訳がなんかと、一つ年を取って何かありますか？まだ取ってない。取ってというか、取るにあたってなんか、いやね、なんやろ、抱負じゃないですけど。抱負よりもね、はい、30になるんですけども、うん、もう、うん、20代が終わるっていうのがね、うん、なんかね、最近寂しいって思います。20代ってすごくね、いろいろあったから、俺の20代終わるんやって、なんか、なんか集大成って感じです、ね、言いながらまあ30、いや、すぐ40になるよ。すぐ50になるよ。今から30になるんだけど。いや、まだこっち側って言ってほしい。もうすぐこっち側だよ。かなさんは何かありますか？私ワンマンライブやるから一生来てほしくないなっていう。何が？ワンマンライブがあるんで、当日に。だから来て、なんか怖いなっていう。そうなの？え、そうなんですか？もうなんか一生来なければいいなっていう。あ、そういうことか。もう練習しないといけないし、やべえ。もうすぐですよ。人来んのかな？みんな待ってます。多分30人ぐらいしか来ないと思う。みんなごめんね、ガラガラで。そんなことないですよ。楽しみですね。ではでは、はい、ケーキは後で出るということで、プレゼント、はい、北穂さんがバッグでしょ、バッグでしょ。どっちにする？バッグどっちにしましょう？じゃあタオルから行きましょう。ジャズフェスの、はい、世界ジャズストリートフェスティバルで、あの、パルゲジアに出てくれた方々、サインいっぱい、私も出ましたけど、でみんなの、パルゲジアにかかった人、すべてのサインが、うん、11年ぐらい、じゃあ私もサインします、うん、入った、赤で出た？出てない。出てない。いいの、はい、のタオルを、これをじゃあ今日はプレゼントに入れたいと。わー、今日は何回になりますか？カンパッチ。カンパッチ。ああ、缶バッチかけんの？え、何そんな、缶バッチもですね。いくつもいいの？そしてちょっと缶バッチ待ちの間、あの、本当にあのコーヒーニクさんにはもう本当お世話になりまして、うんうん、仙台で今回もいろいろと案内してもらいまして、雨の中、うん、ありがとうございました、コーヒーニクさん。またほんで来年もお会いしたいと思いますので、そして、クラウパルヘジアのステッカー、はい、と修理テスト、そしてチェキに皆さんのサインを書いていただきまして、1名の方にお送りします。缶バッチ、よし、缶バッチもね、ジャズフェスの缶バッチ、ジャズフェス缶バッチ、かわいい。あかん、俺の引いて、あかん、缶バッチはあげますか？あかん、あかん、いらないともいいんだ。タオルはいただきます。タオル欲しいよ、タオル欲しいんですよ。ここはじゃあハッピーバースデーにしてもらいましょうか。そうですね、かなさんに。じゃあお願いします。1名だけ、バック欲しい、バック1名だけね。俺の引いてない。 I want you back。 これはいいですよ、本当にたくさんの方。コーヒーニクさん、おー、すごいね。仙台に帰る。おめでとうございます。入ってるよ、ちゃんと。ちゃんと言うとけど入ってるからね。そのサインをもらって歩いてる時にコーヒーニックさんが、俺の、これ俺のためにありがとう。またになりましたね。すごい。みんな入ってないけどね。なぜここ当たるの？持ってるな。いやー、いや、これは本当にあの、ご立派な。いや、差し上げたい。今日さんいないぞ。感謝を受けて。いない日に限って。今日いない。確かにね。直近で来てば。あ、そうなんや。じゃあもう、これはもう、じゃあ来年の、じゃあジャズフェスさ、持ってこぼしてんの？一緒に応募してる？してるんで、直近でいないんですけど。してる。ひどいよ。してる。いやー、いいですよ。ではでは、皆さんにご挨拶しましょうか。はい、はい、これ今日見てくれた方々全員の紙が入りますので、ぜひ皆さんこうやってどんどん聞いてですね。うん、お名前を名前を挙げて。広島さん、ありがとうございます。どん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 、どんどん読んでください。どんどんはい、あのいっぱい取っていいんですよ。そう、いっぱい取って。やっそうさん、やっそうさん、やっそうさん、ありがとうございます。よいし
払う。どんどん弾いてくださいね。C エンド C さん、おめでとうございます。次回やりましょう。あと吉森さん、あ、うまきちさん、おめでとうございます。うまきちさん、ごえちゃん、ごえちゃん、ごえちゃん、ほとけんさ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 ん、もうない、めっちゃあるんですけど、めっちゃあるめっちゃあるめっちゃある。吉岡、吉岡、よしさん、ありがとうございます。ゆきさん、ありがとうございます。ありがとう。さあ、どうぞ。まあ、おさん、まおさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、まがみさん、おー、まおさん、ありがとうございます。今日はたくさんの方見てくれましたけども、はい、じゃあ一言ずつメッセージをいただきたいと思います。はい、南さやさんからお願いします。はい、2時間ありがとうございました。皆さんありがとうございました。楽しかったです。またお会いしましょう。バイバイ。はい、はい、マイネームズコーナー、ですね、とりあえずワンマンまでは、死なずに頑張ろうかなと思います。はい、当日、誕生日当日なんで、まあ、何があるか分かんないんですけど、まあ、でも、まあ、いいライブをしたいなっていうのはメンバー全員の思いでございます。人を必死に集めてね、内容がないライブをするんだったら、お前ストレート行かなくていいから練習しろと言われておりますので、皆さん来てくださった方にはね、絶対満足のいくライブをお届けできるんじゃないかなと思いますので、よかったらお越しください。今日はありがとうございました。もう今日北野さんが来なかったら僕ハーレムでいい感じだったんですけど、最後ね、言わっちゃう全部持ってかれちゃいます。いやいや、でも楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。忘れ物ないですね。はい、じゃあ番組から重大発表。お、南入さんが来週のクラブカフェテキアで MC を卒業します。卒業、オーマルでございます。みなみさん、ね、1年 ?2 年 ?2 年あります。ちょうど2年、ね、これに2年、そうやね、すごい。そんでですね、うん、でですね、10月以降、うん、新 MC が、はい、お、誰かって決まってるわけじゃなくて、うん、週替わりで、はい、そうです。それ危ないな、それ危ないんじゃない、それ大丈夫それ。なんかね、多分ね、スタッフが見たい人を呼んでるみたいな。個人的なやらしてみたいじゃん。で、またこう合うはワンってね、みんなも気に入る気に入らないのもあるやろうし、素質もありますからね。それで、まあ、2年続けたってなかなかの奇跡的10月のまず1週目が、荻野あさみさん、荻野あさみさん、大阪から、大阪から、はい、で2週目がなんと南さやさん。南さやさん、悪意を感じる。あと3週目と11月12月の4週が、うん、第4週が堤谷直子さん。あー、おー、で4週が9さん、9だけ、キュートの9さん、キュートの9。で、本人に聞きましょう。あと5週が中谷美咲さん、はい、中谷美咲。おー、今日はさやさんに会ったんで、俺知ってるのはさやさんと宇都宮直子さんしか知らないんで、ちょっと楽しみは楽しみなんですけど、ちょっと待っていきますね。どういち、みなみさん、あれですけども、ちょっとさ、次最後ですけども、はい、あ、まあ、ちょっと意気込みの方、意気込み
最終回の意気込み。最終回への意気込み。いや、今後の意気込みでもいいですよ。今後の意気込みは来週に言わないです。じゃあ、意気込みなかったら、来週番組じゃ、来週はもう涙涙で終わる予定なので。いや、来週言わせてください。番組告知を。言わない番組で。番組で言いましたよ。言ったっけ？言いましたよ。え？言ったっけ？え？あ、言ってないわ。もういいよ。ラスニの番組で。ああ、ラスニですね。はい。じゃあアドリブも。さやさんよく勉強してる。これ番組告知ちゃんと。これやってもらう。ね、クラブパルヘジアは毎週火曜日夜8時から西武新宿線代々木駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて配信しております。観覧は無料、ワンドリンク500円です。火曜の夜はぜひ、皆さん生の歌を聴きに遊びに来てください。来週最後です。ぜひ見に来てね。ボタンがありますのでポチッとお願いします。おー、やりきりましたけどね。はい。じゃあ来週はまあ、あのこんだけ盛り上げときながら一切卒業には出てくる。いやいや、レギュラーコーナー的に終わっていく、ね、どんちゃん言いましょう。どんちゃんね、どんちゃん行きましょう。じゃああと1回よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はじゃあ最後にいつものポーズで元気を締めてください。はい、パレージャーポーズ。来週のゲストはモスリンさん、カバシマエミさん、浅場ゆきさん、そして私のマイフレンド石川由加子さんが出てくださいます。豪華ですね。ぜひご覧ください。ぜひぜひ。じゃあ最後ポーズでいきましょう。はい、右手棒を開いて若でピーを作ってください。ピーです。はい、こちらに、来週もクラブパルヘジアって一緒にお願いします。皆さんもぜひご一緒に。今週も、はい、今週も皆様どうもありがとうございました。それでは来週もクラブパルヘジア。渋いな。ありがとうございます。本日のゲストは南さやさん、かなさん、そしてツバメカフェの田島ゆか、ジャズ田島かなこさん、ごめんなさい、一ノ瀬健さんでした。ありがとうございます。笑いたいように笑う、そんな単純なことなのにも簡単じゃない。真っ暗な部屋について電気の代わりにパソコンをつけろ。火曜日の夜、クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、笑顔を見つけよう。オリジナルの笑顔、ハンドメイドしてくれる、クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、オリジナルの笑顔、僕だけの笑顔見つけよう、見つけよう、見つけよう、見つけよう。